喋ろう。そうなの？え？始まFM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、はい、マイク入ってますよね。入ってますか。はい、8月20何日でしたっけ。今日は、22日ですね。22日火曜日、はい、サザンブリーズの時間です。はい、ギノワン、FM ギノワンよりお送りします。はい、今日もトロピカルビーチからお送りします。そうです、よろしくお願いします。お願いします。今日もすごい人たくさんですね。はい、今日ついに入ってきましたよ。はい、どうでしたか、海泳いでからの放送ということですね。そうですよ、はいはい、ついに入ってきましたね。はい、やっぱり来たらね、泳がないとね。いや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 、気持ちよかったですよ。よかった、いいなぁ。本当に、あのね、ちょうどね、冷たくもなく、ぬるくもなく、ちょうどいい。ほんまですか。ちょうどいい。ほんまに入ったんですか。ちょうどいい温度でした。なんか入らなくても言えそうなコメントです。いやいやいや、ちょうどいい温度で入ってね、もう一番奥の方まで行ったんですよ。はいはいはい。網の方まで行って、はいはい、でこうプカプカ浮きながら行って、はい、でふと周りを見たんですよ。はい、一人で泳いでるの僕だけですよ。いや、そんなの。いや、そうですか。周りはもうね、もう男女家族ばっかりですよ。あ、そう思い出したらちょっと奥の方ではね、男性3人女性3人のね、はいはい、まあもう充実してる何がその海ライフを送ってる方々がいらっしゃって、嫉妬的な感じですか。そうですね。でもね、それ楽しそう、いいな。でも遊び方もね、なんていうかね、はい、今時というか、ほうほうほう、あのあんな結構奥の方でもね、はい、携帯を持ってってね防水のやつ。あ、そうですか。でそれでこう動画撮ったりとかね、あ、してやってるんですよ。なんか紐とかつけてあれかな、落としても大丈夫なの。うん、多分やってるんじゃないですか。すごいな、どんな時でも。そう、ずっと持ってすごいよ。やられてたりとかしてて、いや、そりゃいい映画撮れるでしょ。いや、絶対いいですよ。なんだ、海の中で。そう、今日もね、うんうん、本当に天気もまたいいし、今ちょっとね、曇ってて、今日でも天気激しいですね、降ったりやんだり、ね、うん、そう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 、僕はもう海入ってる時もちょっとだけね、雨降ったりとかしたりとかしたんですけども、はいはい、もう海に入ってたら別に雨降ろうがね、うん、関係ないでしょ、あんまり。そうですね、本当に、ま、風はちょっと強くてね、うんうん、寒かったですか。寒くはないかな、うん、もう確かにもう風は強いですね、昨日から、ね、でも気持ちいい、いい感じね、はいはいはい、海だったらもしかして濡れたらちょっと寒いかなと思ったんですけどだってね、さっきまでちょっと入ろうかなって言ってましたもんねどっちよかな、だって東さん入ってんの見たらもういいよ放送と思って放送やめて入ろうかな入りたくなりました、すごい。いや、よかったですよ。いいね、念願かなって、ちょっと夏満喫できてよかったですよ。ほんまですか、ね、もうちょっと5分ぐらいですけどわずか5分ですけどそんなんでいいんですか。いや、もうそれも海入ったってことは事実ですから。へー、僕の中での。あ、そうなんですか。変わらぬ事実なんです、それは。1時間ぐらい泳がないと気が済まないですけどね、私いや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 、そっかそっか、いいですね、今日もね、泳いでる人も楽しそうだし、なんかね、この陸、砂浜のところで遊んでる人もたくさんいるし、うん、あ、そうです ね、 ね、たくさん。あと、その手前はビーチパーティーですよね。あー、いいね、皆さんまたね、やっていただいてて、でさらに陸の方に来たら、この影、なんていうか、あずま屋みたいなのがたくさんあって、で影でね、なんか、なんでしょうね、なんか飲みながら飲みながらってビールから、まあ、ビールとかね、ソフトドリンクとか飲みながらも、アイスとか食べながらとか、何されてます ね、今本当にゆっくりされてて、いいですよね。もうね、海に来たら急がなくていいから、うん、ね、それがリラックスできるのが ね一番いいですよ。私あと何分で始まるとか思いながらせかせか歩くの嫌でしたもん、ね、一人なんで私だけ忙しそうにしてるんだと。そう、
な、はい、ゆったりしにね、ツイキャスもいただいております。はい、お願いします。ツイキャス、スプリームさん、ゆきさん、ラーメン店店主っぽいアズマックス、こんにちは。あ、海入ったから、はい、海入ったからちょっとね、頭タオル巻いてるんですけども、ルドルフさんも、はい、さい、こんにちは、ゆきさん、あずまさん、今日も楽しくです、はい、すいませんね、風邪ひいちゃうんじゃない。でも、あの海から上がった人が売店、ここ売店なんですけど、はいはい、売店の中入ってきたら寒いって、まあ、ちょっと言う人多いですから、確かにね、その寒暖差はすごいありますね。クーラー効いてるんで、こっち ね、ありがたいですね。今、あの皆さん、売店の中から喋ってますから、ね、そうですよ、よかったら、ビーチの皆さん、遊びに来てください、お願いします。なんかね、ぜんざいとかアイスとかジュースとかビールとか売ってますからね。ありがとう、僕の方でお子さんが手を振ってくれてる、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。はい、今日もね、トロピカルビーチからお送りしていきます。はい、お相手は FM ギノアユキと、はい、あずまです。よろしくお願いします。お願いします。名乗るのが遅くて、いつも最後の方なんですよね。すいません、いやいや、誰やねん。はい、で、あの今日もテーマを設けたいんですけど、うん、何ですか。今日は視線、視線、もうね、さっきからすごいなんか、あのビキニの人とか、うん、もう超、え、いいんですかみたいな。いいんですかってどういうこと。歩いてるんですけど、やっぱ見ちゃいますね。まあ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  ね、 やっぱりね、だから私でも見るから、もうこれ男性だったらすごい見るんじゃないかなって。うん、そんなことない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 。さっきね、そのビキニで上からタオルをこの肩、首にかけて、ブラッとね、かけてる人がいたんですよ。そしたら、うん、なんか着てる、着てますよねみたいな。あ、なるほど。それタオル隠れてて、わからなかった。人がいてドキッとしたりとかしましたけどね。あ、視線ね、感じたり、そういう人はもう感じながらどうぞ、うん、そりゃそうでしょ、見えてくださいみたいな感じで歩いてるんでしょ。そりゃそうでしょ、堂々と歩いてるから、ね、堂々とされてましたよ。いいですね、まあ、夏だから見ちゃうな。、うん、いいです、可愛かったです。超髪の毛超長くて、うん、ちょっとお尻ぐらいまで髪の毛で、かっこよかったな。今日もでも本当にね、そういう水着姿の女性がたくさんいらっしゃいますね、はい、そう、まあそういうのに限らずね、うん、視線、その人の目とか、どんな時に感じたとか、ね、うん、あといつはどんな風にちょっと見るんですか、思わず見てしまうと、ね、何でもいいのでね、はい、はい、あの送ってほしいなと思います。はい、お願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com です。はい、すいません、なんかね、ゲストさんにカメラ持たせてちょっとね、今カメラがちょっとブルブル申し訳ございません。はい、あの曲を挟んでからね、うん、ちょっともうゲストのコーナーに行きたいと思います、はい、お願いいたします。あのメッセージもその間にお待ちしております。はい、では今日も始めていきましょ しょう。ではオープニングナンバーです。エブリモーニングシュガーレイ。どうなってるのかな。すいませんね、なんか落ちたんだ。こうだ、こうだ。これでももう、あのちょっと引くんでカメラ。あ、そっか、こうか、あっちに行くんでしたっけ。はい、こっちか、こっちからどうぞ。じゃあ、エコとマリンこれ使う。また来たよ。私また来たよ。どうですか、どんな感じ。あー、すごい、ね、しか映ってないから。え、違うだ。でしょ、でもね、これぐらい。間違えたと思って。え、なんで、はい、なんでって。これぐらい。東さん、映らない。あ、大丈夫ですよ、2人です。それだったら、もっとじゃあどうせだったら寄った方が。あ、揺らしますか。なんか新しい武器持ってるね。なんでこのだっけ。GoPro だ。こっち寄る、いい子たちも。これぐらいで。あずまさん入らないんですか。え、ちょっと何も入ってない。いや、入りたいから行きます。はい、潔く諦める。来た来た来た。遠くからでかあずまさん。これがでかいのはね、そんなにいらないんですよ。お三方がね、つってる方が一番。さっきめっちゃ知り合いがいてる気がする。そう、前のバイト先のパートさん。でも多いね、なんか前回より多い。
こえてるんだね。なんかちっちゃい子もさっきバイバイしてくれたりしてて。タボさんいる？消えた。もしかしてたまたま通りすがったの？たまたま。早速もう特攻服っていう特攻着てますね、マスオさん。本当だ。あ、うん、あれかさばってるごめんなさい。ツイキャスあのお相手 してもらって大丈夫？はい、このスクロールとかして、はい、スクロール苦手だからマリンやってね。待って、スクロール苦手って分かってるでしょ。あ、多分これ矢印できる。あ、便利。できるできる。けどセイント君はいつゲストで来るの？セイント君はもう別に明日やってるからいいんじゃないですか。だそうです。水曜日自分でやってるからいいんじゃないですか。こっちですよね。でこっちでやってる。基本トルピでやってるんですよね、このスタジオ。一緒の番組。レディースの人たち。レディースの人たちでーす。よかったレディースで。確かにこんなビーチに特攻服ってね。まあそらね。ね、いないよね。気合い入れてきたから。もう先週来た時に暑すぎてやばいってなってたから気合い入れてきた。今日は気合い入れてきた。もう頑張るぞ。よし。よし。CM です。はい。上から出てないかな。出てきた。太陽出てきたね、うん、めっちゃ顔に当たってる。美白効果それな。そう思えば太陽も怖くない。照明だと思う。そう思えば怖くない。自然の照明。ブリュームさん、セイト君はポケモンと日本語の練習で忙しいのか。日本語の練習は当たってますね。日本語の練習はもっとしてほしいな。ね、ポケモン好きなんだ。なんかせいやさん前ツイッターで見たけど、小学校1年生の漢字ドリルプレゼントされてた。マジで？あ、でもそれぐらい。それぐらい本当に漢字ができない。なんかそれはそれすごいね。でもなんかどこまで漢字読めなくても普通に全然大丈夫だよっていうのをなんかこう証明してほしい。このままやっていけるよみたいな。まあ、証明できてないからな。確かに。やっていけてない。やっていけてない。ポケモン。来ました。やっぱあれだね。FM ギノなんでもせいちゃんは いじられキャラなんだね。うん、そうだね。どこ行っても。お送りしております。やってますよ。さあ、それではね、うん、ゲストさんが来てくださるので、はい、ちょっと映像にはもう映ってるんですけれどもね、うん、声を早速出してもらいましょうかね。はい、ではお願いします。お一人ずつお願いします。はい、皆さんこんにちは。 OBP 沖縄美少女プロジェクトの木野座マリンです。よろしくお願いします。かわいい。そしてそして、先週もお邪魔させていただきました。同じく OBP 沖縄美少女プロジェクトの棚原優子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいね。イエーイ。どっちだ。イエーイ。かわいい。スイキャスなんかね、かわいいんだけどこう眩しすぎてちょっと白く光りすぎてこれね、映像なんかかなり光ってますね。めっちゃ飛んでる。ぜひあのトロピカルビーチに遊びに来てください。はい、今喋ってますから。はい、はい、だからそんなかわいい
声を出してるんですけども、格好はいかつい。タコ服、ね、ツイキャスの皆さんそう見えてると思うんですけど、はいですはい、海に似合わない特攻服を着ているこれは何ででしょうか。実はね、東さんも、はい、まあ、先週あのゲストに呼んでいただいた時に宣伝したんですけど、はい、9月の2日と3日にですね、ミュージカルがありまして、はい、腰抜け男ども、義理と人情は女が見せてやるという、まあ、舞台があるんですね、はい、それの、まあ、宣伝で、ね、というかラジオでも衣装を着ようと、うん、もうプロモーション活動をね、そうそうそう、ちゃんと衣装でこう、はい、インパクトを与えていこうじゃないかと、はい、ということでございまして、今日も特攻服で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。中に降臨って書いてある降臨これすごい、本当いかついです。ありがとうございます。でも可愛い。どうするどうするも、どうしよう、ゆうこさん、もうどっか行く、海行く、行っちゃう、もう海行っちゃう、特攻服で、特攻服で、特攻服でみんな避けていくんじゃないアイドルの方ってね、こういうなんか衣装でなんか、ね、こういう外歩いたりとかってことあると思うんですけど、はいはい、お付きのマネージャーさんとかがいなければちょっとかなり怪しいですよね。確かにこの格好だけがあるさすがな、一人では歩けないです。確かにそう、でもなんか先週ぐらいから結構この舞台のプロモーションやって、はい、うん、特攻服で結構街を歩いてるんですけど、そうですね、なんか割と今日最近慣れてきました、この視線に。そうね、だからマリンさんのその私服がもう特攻服みたいな感じになってるんですか最近。違和感ないですよ、ね、うん、本当に。そう、なんか今日もあの別件のプロモーション行ったんですけど、うん、その時ももう駐車場からその会場まで特攻服で歩いて、そうね、なんか視線はどうでもいいまではいかないんですけど、うん、なんか割と慣れたっていうなんかわかる。なんか自分も今日このトロピーの駐車場に車を止めて、はい、このスタジオに来るまでに、はい、あの上は撮ってたんですよ、はい、T シャツの上着て下が、まあ、特攻服のズボンで着たんですけど、はいはい、一回ねファンの方にあのドカタさんみたいって言われたら、はい、もう私はドカタですよっていう気持ちで歩いてるのでマジで何も思わない、なんか恥ずかしさも何もない、仕事帰りですみたいな。なるほど。あ、いやでも下だけだったらね別に刺繍も入ってないし、まあ、そう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 、だからマリーは紫だから、そう紫だから、ね、結構目立つよね。そうか、今日ね、視線がテーマなんですけどね、はい、アイドルさんのこの視線を感じるこのね、はい、慣れるんだ、何でもこう感覚を麻痺するっていうか、なんかね、慣れ見られるのが当たり前みたいなね、もうなんか、どうでもいいやみたいな見てください、そう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 、私を見てくださいみたいなね、見たきゃ見ろと。やっぱりステージ上からはそのパフォーマンスしてる時とかファンの方々の目線っていうのは、視線っていうのは感じるんですか。ああでも感じで逆に感じなかったら寂しい結構感じますね、前にいる方とかはもうすごい手拍子叩いてくれたり、であのカメラで写真撮ってくれる方もいるんですよ、はい、なのでね、カメラ見たりだとか、うん、結構その視線のおかげで楽しくできてる部分もあります。絶対、ね、そうだと思う、舞台、うん、で視線感じるってちょ気持ちいいんじゃないですか。あ、もう ね気持ちいいよ ね、なんかね生きてるぜ私ここにいるって自分の存在価値をどうした一人のお客さんにこう目が合うようにこうやるみたいなとかやったりします。あ、でも私はあのこの OBP のオリジナル曲でずっとずっとそばにいるからっていう、まあ、ちょっとバラードというか、そうそう、静かな感じの曲があるんですけど、うん、その時はなるべく基本的に一人一人見るようにはしてますね。ファンの人たまらないですね。訴える系の曲だからね。すごいすごい、こんなバラード歌いながら もう目が合ったら。ゆこさん。なるかな。どうだろう。自分たまに睨み聞かす時ありますよ。あ、そうなの。なんかね、あの恋の量子的パラドクスっていう可愛い猫のニャンニャンした曲があるんですけど、まあね、至る所にまあベストショットというかシャッターチャンスがあるわけですよ。でこう面白がってファンの人が私にカメラを向けたりしてて、で私が変な顔するって結構分かってる人多いんですよ。だからそんな時はもう可愛い顔せずめっちゃ変散らしてやりますけど、どうだって。いや、なんか僕もなんかツイッターとかいろいろ見てたら、そのね、 OBP さんのライブの写真とか結構上がってるんですよ、はいはいはい、そしたらね、よく見るのはね、マリンさんとかすごい可愛らしいやつなんですけど、ゆうこさんはね、ほとんど変顔なんですよ。そうそうそうなんですよ、ほとんどあの本当に
なんか自分で言うのもなんなんですけど、こう OBP のメンバーって、まあ、マリンも含め、あとココナだったりリリーだったり、みんなこのファンの方が撮ってくれるんですよ、ライブ中の写真は。でみんなすごい写りがいいんですよ。で可愛い、もう本当にニコって笑ってる笑顔とかが多くて、で私も10枚に1枚ぐらいはあるんですよ。でそれをファンの人が4枚ぐらいアップできるじゃないですか、ツイッターで。おお、まあ、まだいい笑顔じゃん、あれなんかちょっとおかしいぞ、あれちょっとなんかまたおかしいのあるぞ、最後にも最大級にバーンってる感じですよね、いつも。結構オチに使う。なんか毎回あれですね、白目系とか多いよね。そうそうそう。なんかめっちゃ大きく口が開いちゃってるとか。それはわざとですか、サービス精神で。いやわざとじゃないんですか。雨、すごいすごいすごい、スコールが降ってきましたね、雨が降ってきた。わ、ちょっと雨宿りね、皆さん雨宿りして、ね、一気にだ、ちょっとね、雨宿りして危ないかもしれないから、ね、わこんな太陽出てるのに ね一気に来ました ね、すごいやみそうではあるけど、激しい雨だったので、気をつけてください、ね、気をつけてください、逃げる、あ逃げるっていうか、このね、避難するとき、ね、あの、滑らないように確かに、確かに、それもちょっと気をつけながら、おー、はいはい、で、あの芝居のね、はい、水谷の話しました、はい、あ、ありがとうございます、はい、お芝居ね、お芝居どうですか、進んでます、稽古結構楽しいです、楽しい、超楽しいです、本当にマリンはね、本当にもう毎回あのこの稽古ない日も一緒に結構いたりするんですけど、ずっと稽古行きたい、早くアクションの練習したいとかシーンの練習したいっていうぐらい本当に、本当に楽しそうなんですよ、はいはい、ね、楽しいでしょ、楽しい、え、ゆうこさんは楽しいですよ、あのなんか今マリンはみたいな、違う違う違う、でも楽しいですよ、楽しい、うん、やっぱアクションだったりだとか、うん、でさっきねちょっと話に出たあの次の日、明日のサザンブリーズ担当してる、うん、セイント君、岸本聖也君とが、まあ、まあ彼氏役というか、そうなんですよ、そんな感じの役なんですよね、はい、でね、それがね、またねいい感じの腰抜け具合でセイント君がね、すごいね、本当に、なんかシーン稽古をしてない時でも、うん、もうすでにそのなんていうの、立ち位置ができちゃってるね、主従関係というか、確かに、そう、でもなんか私があんまりなんか練習とかがそんな好きな人じゃないんですよ、もともと、だけど、もう珍しくね、あのやる気に満ち溢れてる、やる気に満ち溢れている、そうだな、それ楽しいと思う、はい、週に1回か2回です、今 2、3回ぐらいですかね、うん、本番がそろそろ近いので、そろそろ1週間切ってますよね、いや、そうなんですよ、切った切った、もうだって来週、再来週の今はもう終わってますからね、あーやだマジか、もう終わっちゃってるよ、そうだ、再来週にはもう、あー、エイサーと一緒ぐらいの日ですもんね、あ、そうですね、どうする、終わってるってやだ寂しい、すべて寂しい、今年はね、僕の実感からすると去年よりもなんかすごい早かった感じがして、あー、確かに、稽古の短い時間がね、でそれだけまあみんな結構集中してね、充実してやっていただいてるのかなと思って、アクションを結構東さんが全部つけてるんですけど、うん、はい、なんかね、東さんともまあちょっとねやり合うじゃないですけどあるんですよ、シーンが、私もマリンも、はい、なんかねすごいよね、なんか威圧感、威圧感がすごい、もともとね、あの大柄な、大柄でガタイじゃないですか、はい、顔も濃いし、そうで、いくらアクションで本当に殴っていないとか、うん、殴られていないとはいえ、なんかすごいよね、うん、あの圧で吹っ飛ぶみたいな、なんかワンピースで覇気みたいなパーでみんなぶっ飛ぶみたいな、かけてるすごい、さすがですね、ありがとうございます、ちょっと他の男子がひょろひょろなんで確かに確かにね、みんな腰だけだよね、なんかちょっとツイキャスも、はい、はい、どっからいただいてますか、あ、あとギノガルフでもマリンちゃんゲスト出演しますか、あ、はい、はい、今日します、今日この後同じ FM ギノ、私が9時からですね、はい、ギノガルフという番組をしてるんですけど、マリン今日のギノガルフのゲストでもありますので、そのままぜひ見てください、そうですね、またじゃあ先週までそうなんです、ステイチューンですもん、ずっと FM ギノ、ずっと FM ギノずっとですよ、はい、マサオさん、それは美人だわイエーイ Thank you very much スプリュームさん、はい、ルマシだったら違和感なさそう、特攻服が、あ、そうね、え、待って、私地元うるま市なんですけど、そう、違和感ないの、うるま市だけ、あるあるある、うるま市で違和感ある、でもさ、なんか分かんないけどいそうだわ、あ、でもちょ、うるま市の、でもうるま市の中学校って結構荒れてるんですよ、あ、そうなの、荒れてる荒れてる、だから、うん、まあ、い
違和感はでもあるけど見てあ今あ女の子が来てくれましたすごいめっちゃ走ってきた走ってきてありがとうございますねえこっちがギリギリだったにもかかわらずありがとうございますありがとうございますそう嬉しいですねでも結果的にうるまし違和感あります違和感もあります沖縄で見ないもんね、特攻服って ね、 そうね今、本当に存在するのかな存在、実在どうだろう内地とかは結構あるんですかね見たことない特攻服ね、どうなんかなでも、初めてでしょもちろん特攻服初めてです、初めてです初めてまさか人生で着る機会があるそうでしょいや、だからでも普段はやっぱり可愛らしい服をねやっぱり、はい、活動とかで着られてるけども今回はこの特攻服でね、来ていただくということでそれもまたファンの方々のちょっと違った目でね、うん、見ていただくんじゃないですか新しい魅力をね出していただけたら、うん、多分なんか自分は結構、うん、似合ってるっていうか違和感ないって、はいはいはい、めっちゃ言われるんですよ、うんうんうん、おー違和感ないみたいな、うんうんうん、で多分マリンが結構ねほらいつも可愛らしいキャラではあるから、ねはいはいまあ、ファンの人とか、うん、こうマリンを知ってる方はびっくりすると思いますね、うん、そうねあ、でも意外と似合うって言われたあ、ほんとそうそう、あの OBP のメンバーのリリーっていう子がいるんですけど、はい、中2のに、あ、似合うじゃんってなんかすごいいかつい人来たまた新しいものをお願いしたきさありがとうございますだからね、でもなんか最近馴染んでるからいいかなって、うん、よかった見慣れますよ、可愛いよ本当ですか普通になんか見えてきた普通に見えてきた普通にそれはそれでなんか変わらない人生変わるよねデビューしそうだねまあじゃあね、はい、もうちょっとで、ね、本番ですけれどもそうなんですよ、はい、意気込みを聞きましょうかね、はい、意気込みどうですかもうそうですねもう今から稽古が大詰めなので、うんまあ、アクションも一番かっこよくやりたいなと思ってるので個人で、うんそのちょっとね、棒を振り回したりとかとにかく一番かっこよくアクションできるように頑張りますので皆さんぜひ見に来てくださいお願いしますはい、そしてはい、まあ総長役ということで今年も主役させていただくんですけども、うん、なんかこう女がやっぱ強いっていう内容が結構出てますけどタイトルにも、はいはい、でもやっぱ女の子の可愛い面のシーンだったりだとか、うん、ちょっとした弱さだったりとかも、うん、あのねいろんな思いが混ざってる舞台になってるので、うん、このアクションで強い部分だけではなく女の子のね可愛い部分だったりだとかも注目して見てもらえたらなと思います、はい、ぜひ皆さん9月2日と3日は沖縄市市民劇場市民小劇場市民小劇場アシビナーにお越しください、はい、お待ちしてますお願いしますいやですか僕ですか、うん、あのねそうですね本当に今回のキャストの皆さんとかもね去年やったキャストが方がまあ半分ぐらいいらっしゃってるんですよ、うん、で今年も実は2年連続参加していただいたとかその方々がねものすごくね頑張ってくださってるんです、いいですね、すごいねみんなのことを引っ張ってくれてる、それがねすごく僕は嬉しくて、はいはい、この OBP のメンバーとかもね、このゆうこさん、まりんさんはもちろんそうなんですけど、あとちょっともう少し、まあ、お若いというか、あのココナさんというね、そうダンスを頑張ってる方がいるんですけどね、うん、去年のその子とかは、ちょっとまあ、ただこう受け身ぐらいな感じの、はい、で姿勢だったんですけど、今年はね、僕はちょっとダンス皆さんに見てくださいって言ったら、すごいもう率先してね、ダンスのちょっと指導とかしてくれたりとかして、それが僕も見ててね、ちょっとね親心じゃないですけどすっごい嬉しかったんですよ、うん、見ていて頼もしいなと思ってそういうちょっとみんなで頑張って力を合わせて、作り上げている舞台となっておりますので、ぜひ皆さんその成果をですね、劇場まで、足を運びいただき、ご覧になっていただきたいなと思っております。はい、じゃあぜひ楽しみにしていますよ。はい、ありがとうございます。チェックしてください。じゃあ最後曲紹介お願いします。はい、はい、ですね、今日の曲は私たちが所属している OBP 沖縄美少女プロジェクトのデビュー曲ダーウィンです。はい、では OBP からマリンさんとゆこりに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なってる曲に合わせてやってる踊ってる踊ってるありがとうございました。ありがとうございます。2週連続も
でも、ま、先週なんだね。なんか結構前っていうイメージ、ね、そう、めっちゃ昔に感じてる。本当にもう終わりだ。いやー、寂しい。まあ、もうちょいあると思ってた。で、週間ないんだね。こちらランプ。アンナさん、終わって向かいますよ。うん、うん。さっき行く？あ、こっちこっちこっち。まあでも、どうせみんなまだ時間。天気からいきますか。はい。あ、また来た。ごめんなさい。これが全然止まってない。せいやくんのこいつってがおそうっすね。もう乗り乗りで。見ます、大丈夫ですか。あ、もう呼んでください。天気読みます？どうよ。今日と明日。
膝膝しよう。おお、いいじゃないか。いいじゃないか。曇ったよ。スイキャス、え、あ、え、三、30分過ぎてもいけるんですか。ああ、誰かコイン入れたら、ああ、そういうことか。あ、よかった、さすが職人さん。テーマのやついただきましたよ。テーマのコメントいただきましたよ。シプリムさんから。サガンブリーズをお送りしております、はい、いいですよね。ギャラリーが、ね、いっぱい今日はもういっぱいお越しいただきまして、今日はテーマね、視線なんですけど、はい、やっぱ見てる人いるって違いますね。ちょっとあの張り切りますね。そうですよね。張り切ってね。だからゲストさんね、今日は OBP からね、うん、2人来てくださってたので、はい、そのファンの方なんで、私たちじゃないのもちろん分かってます。もちろんそうです。分かるけど熱いですね、ファンの方ね。いやもうすごいですね。もう曲流れたらノリノリだったですね。 CD に合わせてガンガン踊っていただいて、ね、いや楽しいですね。すごいわ。ちょっとアイドルになりたくなりました。あららららららら。本当ですか。どの顔で言ってるみたいな。はい、シュプリームさんから、はい、またいただいてます。テーマの視線ね、はいはい、はい、ペヤングソース焼きそばが死ぬほど好きなんだけども普通サイズの2倍の量の超大盛りをスーパーで10個まとめ買いしたらレジのマダムにガン見されました。ペヤングは知ってます。わかりますよ。超大盛りってかなりでかいんですよ。大盛りは知らないかも。超大盛りって普通のやつしか、普通のなんか普通の他のカップ焼きそばあるじゃないですか、はい、あれがね2つゴボンと入ってくるぐらいの感じです。超大盛りって。それは見るわ、うん、それを10個買ってるってことです。でもレジはーっていうものを買う人がいたら確かに見るよな。まあ確かにね、レジの仕事してたらそれはちょっと気になるんだな。どうしてもどんな人が買うのみたいな。チラッと。確かに。だってそれでも物を買うときとか、お前がそれ買うのってちょっと気になりません。あ、視線はちょっと、男性が買いそうにないものだったりとか。そうですね。うん、なんかあります、ね、女性もまでは化粧品とか。だから僕あの、はい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 、舞台とかでメイクするじゃないですか。はいはいはい、かメイク道具をもうちょっと僕はもう簡単にも安くもう100均とかでね済ますんですよ、はいはい、でもそれは完全にもう女性もんじゃないですか、はいはい、でももう最初の頃はそれを取ってレジ持っていくときちょっとドキドキしながらどんな目線大丈夫かなとか思いながらやったりとかしたんですけど、今はもうなりましたけどね。そういうのもありますよ。ありますね。変に意識しますよね。でもね、向こうは気にしないですよね。そんなに多分ね、多分ね、意識するから余計見られるかもしれない。挙動不審と思われる。なるほど、ありますね。はい、はい、テーマ視線なので、なんか自由にそんな感じで送ってください。はい、お願いします。メールお待ちしております。はい、797@fmdinowan.com です。うん、では、はい、お天気と道路交通情報に参りましょう。はい、じゃあお天気いきます。はい、はい、今日の天気は晴れと、はい、南東の風やや強く晴れ、ところにより昼過ぎまで雨、波3メートルうねりを伴うでしょうと、はい、この後の降水確率は、20% となっております。日中の最高気温予想は33度です。はい、そして今日みたいな日に降水確率とか言われても、はい、別に関係ないですよね。関係ないですよね。だってたとえゼロだとしても、あの先ほどみたいなゲリラ豪雨が降るわけですから、ねね、もう今ビカビカに晴れてますけど、ね、さっきすごかったですもんね。すごかったな。降る確率はあると、あ、一応あると、はい、いうことでございます、はい、そして明日23日は晴れ時々曇りと、はい、おります。南東の風やや強く晴れ、昼前まで時々曇りと、波は3メートル5、2.5 メートルうねりを伴うでしょう、はい、こちら降水確率も 20% か 10% となっております。洗濯していいですかね。まあ、いけるんじゃないですか、ね、まあ、まだでもゲリラ豪雨は知らないですけど、それはもうどうしようもないですけど、はい、で気温は朝の最低気温は28度、日中の最高は34度となっております。でも暑いですね。はい、そして、こちら沖縄気象台発表で
沖縄本島地方の海上や海岸付近では23日にかけてうねりを伴った高波に注意してくださいとなっております。そして沖縄地方台風13号の影響で雲が広がっており、ところどころで雨が降っています。ということでございます。のでまたねちょっと波が高くなったりとかする可能性があるので、皆さんご注意くださいと。こっちね海見えてるんですけど穏やかですね。今はねなんか大丈夫そうですよね。はい、はい、さあそして以上天気情報でした。はい、道路交通情報です。はい、まずは沖縄自動車道です。はい、はい、こちら行きますか。沖縄自動車道下りの方の、沖縄北インターチェンジ先に故障車が止まっております。はい、そして、沖縄道こちらも下り夜間インターチェンジ付近に、接触事故があって路肩規制が、なっております。はい、ですので皆さんお気をつけて、お通りくださいませ。いつでも下り車線ですね。そうですね、夜間と沖縄北インターチェンジ付近を通られる方は前方に注意して走行してください。お願いします。はい、そして続いては一般道いたいと思います。はい、こちらはドンと。はい、こちらはイノワンの、大蛇名から、そうですね、大蛇名から前原向けの方が渋滞、しております。はい、あとはそこまで多くはないですかね、渋滞のことで言うと。国道330号線、ガネコから普天間向き、少し渋滞しています。うん、少しですね。はい、国道58号線、牧港から西熊向き渋滞しております。はい、そして、伊佐から北谷向きも渋滞しております。はい、あとは330、維新だと漬けらの間、両方向で渋滞しております。はい、今日はそんな感じですかね。はい、今日はそこまで割とスムーズな、交通状況になるかなと。やっぱり夏休みちょっと車少ないですよね。あ、お盆はちょっと別でしたけど、うん、学校がないってなんでこんなにすくんですかね。あ、やっぱ送り迎えがないからじゃないですか。ねえ、ね、この時期それだけ送り迎えしてるってことですよね。そうですよね、やっぱりほんまに。はい、以上交通情報でした。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、そしてツイキャスもいただいてます。はい、ありがとうございます。つるくんさん、ね、こんばんは。奥はゆきさんか、相変わらず細いですねって。細いですか。そうです、いただいてますよ。まあ手前の僕が太いからですね、より細く見えるという。あ、遠近法もあります、ね、遠くにいるから余計細く見える。より細くありますね。どうやったら太りますかね。え、あ、いや、ごめんなさい。それ聞きます。それ僕に聞きます。ペヤング食べたいんじゃないですか。ペヤングも超大盛り。ペヤングの大盛り食べとこうか。超大盛り食べたら食べたくなってきた。あ、はい、今日はね、視線のテーマでやってるんですけど、はい、なんかありますか。視線ね、そうですね、あと何があるかな。僕ね、はい、ウォーキングとかをよくするんですよ。外をよく歩いたり、夜とかも歩くんですけど。なんか歩くのいいとこあるんですか。まずあるんですよ、自分の中のウォーキングスポットがあって、はいはいはい、コースがあって歩くんですけど、はいはいはい、歩きながらね、僕はずっとそういう時に台本を頭の中で返したりとかするんですよ。歩いてるとなんか頭のなんかこう頭の状態がなんか良くなるっていうか、うん、なんかスーッと入ってきて、そう、そのタイミングでやってて、うん、でもそれ台本やとか、まあ、例えばそのフリートークの内容とかね、そこでこう頭の中でこう歩きながら練習したりするんですよ。はいはい、それをやるんですけど、もう頭でやってるにもかかわらず、はい、時々口も動いてるんですよ。はい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 。だからずっとね、一人ごとでブツ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 言いながらね、歩いてるっていうのをね、はいはいはい、それを時々僕は友達に発見されるっていうことがあって。じゃあ友達だったら一応演劇やってるのは分かるんですか。分かるけども、なんかお前一人で喋ってたなって言って。あ、その視線を、周りからの視線をちょっと感じずに、逆に感じなくて、うん、僕はずっとその、喋ってたりとか。あ、後から人に言われてる。そう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 。
集中してるんですかね。ですかね。それかもう普段からマイペースなんですか。そう。なんか歩いてたら気づかないんですかね。もしかしたら。それ怖くないですかなんか。何がですか。しかも口動いてるのもあんまり分かってない。いやいや、それ自分では全く分かってますよ。もう分かってるんですけど、口動いてるなんか一人ぶつぶつ喋ってるように見える。もうそれ小学生とかが見たらもう不審者扱いじゃないですか。やばいですね。なんか一人でめっちゃ喋ってたんですよ。そうだからそれからちょっとあの気遣ってあのマスクをして歩くようにするとそしたら口の動きは分からないんでね。でも俺別に声を出してるわけじゃないから。はあ、はあ、声は出てないんだ。声は出てないです。口だけがずっと動いてるんだ。いやそれでも怖いわ。へえー、すごいですね。あんまり周りが気にならない感じなんですね。そうそうそう、そういうのでやったりしますね。視線感じるとかも思わず見ちゃうとかってあります？思わず見ちゃうんでね。あんまりないんですけど、まあ、動物、可愛い動物とかを思わず見ちゃう。なんかね、逆にあのなんかすごいあの見られてうわって思う時があって、うん、なんか触ってはないですけど、はい、触るように見る人がいまして、はいはいはい、目線がもう、ね、上から下からこうねっとりと、はい、ええー、ってもうでも触られてはないから、うん、何を触らないよとも言えないし、そうです、ね、触ってないわけだから、うんうん、すごいこれすごい目つきやなって思ったことあります。目線で目線その視線を感じるとね、すごいですね。いやでもねやっぱ男性はね、相手には気づかれてないと思いながら見てるんですよ。ああ、実はなんかよくあるのあるじゃないですか、 なんかこの女性の例えば胸元を見てしまうとか、はいはい、ね、男は気づいてないつもりなんですよ。でもいろんな方に聞くと、はい、いやがっつり分かってると。あ、分かる分かる、はいはいはい、見てたら絶対分かります。ちょっとでも分かります？いやそれは言い切れないですね。もう絶対ね、視線がね、それはもうね、しょうがない。動物的本能です。あ、男の。なんかちょっと調べたら、男の人はそうみたいですね。うん、見たいものは見るみたいな。そう。ね。でも女性は、私もなんですけど、はい、好きな人とかを見れないです。はー、逆に。何とも思ってなかったら見れるんですけど。それ、よく同じようなことで、わかるのが、女性と男性が例えばそれぞれ好きなアイドルの方のライブとか行くじゃないですか。で、いろいろ聞いた話で言うと、女性アイドルが間近に、男性ファンの方が女性アイドルの間近に来てもすごいこう目線を合わせてすごいコミュニケーションを取ってわーって喋りたいって気持ちなんですけど、女性ファンの方が男性アイドルの近くに来たらもう失神するというか見れないって、そうですね、ってなるっていうのは違う、聞きました、聞いたことあります。やっぱそうですよ、うんうん、だからね、OBB のファンの人とか、そうそうそう、もう写真も撮るし、ガンガンですよ、もうまっすぐに見てますよね。私たちなんか全く見ない。いや、もう素直にもうまっすぐ見てますよ。ね、すごい違うもんですね、男女でね。そう、いっぱいありますよ、違いは。皆さんどうですかね。絶対好きな人は見れないです。好きな人ね、見れるかな。でもなんか好きじゃないのにたまたま目があって、うん、あ、目があったみたいな、それでちょっと好きになったりとかはありますね。あ、僕でもこのやっぱり役者というか、はい、お芝居をこのやるようになってから普通に人の目が見れるようになりました。人の目を見て喋れるようになったという。ちっちゃい時習いますよね、うん、話してる人の目を見なさいとか、喋るときは人の顔を見て喋りなさいってね、うんうん、いきないですよね。できなかった。恥ずかしいですよね。恥ずかしかった、うん、全然見れなかったな。私もこうラジオだからこう東さん見て喋れますけど、はい、ね、じゃなかったら喋れない。それは見てそれは見てください。結局行きますか、はい、どちらですか。はい、はい、じゃあさっきスコールしてきたので、お、福山雅治スコール。
ぴったりじゃないか。2人だけ出てたら、はい、ちょっといや欲しいから。あ、そうなんですか。いや、まあ、すみません、もしかしたら、まあ、多分写真撮ったりいろいろしようか。あ、すごいな。とりあえず、まあ、僕も一緒に出て、で、それつくか、そうも一緒に行こうか。あ、今日いないからね。ははははは、大変です。あ、そう、すごい編成でしょこれ。もうフリートーク。座ったらいい。座ったらいい。椅子持ってって座ってください。大丈夫、こっちで座って。サザンブリーズをお送りしております。はい。
そのピカルビーチの売店の中から放送しております。はい、雨が降ったりやんでね、ね、キラキラですね、またね、もう一気にちょっとなんか日がちょっと隠れてちょっと暗くなって、ねね、まだ今からこの気持ちいい時間帯じゃないですか。最高ですよね、6時とか7時とかね、ちょっと日が落ちて風も吹いて、うわ、この時間がもう最高で、こっからまたこうね、冬よりもバーベキューまたして、あ、いいですね、お肉を食べお酒を飲みとというわけでね、はい、からでもぜひね、トロピカルビーチに遊びにしてくださいね。はい、お願いします。はい、今日まったり放送してしまいましたね。いやいやいや、はい、今日もお送りしてきました、お相手は FM キノワのゆきとあずまでした。また来週聞いてね。はい、お送りしました。さよなら。あ、喋る時間なかったです。意外となかったです。あ、 ありがとうございます。追い込み頑張ります。聖夜君をずっと追い込んでます。ユーシン君、ユーシン君も追い込んでます。あの二人を追い込んでる最中、楽しいかな。それでは失礼します。ありがとうございます。